株式会社 IH, アイマリン・ユナイテッドは、かつて存在した、日本の造船会社、株式会社 IHI の完全子会社であった。1853年12月5日水戸藩主、徳川成明が創設した石川島造船所を発祥とする石川島張間重工業株式会社の造船事業と、1897年に、 榎本武明の提唱により設立された、浦賀選挙を起源とする、住友重機械工業株式会社の官邸造船事業を統合した会社である。1995年10月、石川島張間重工業と住友重機械工業株式会社が、官邸事業部門を統合する目的で、共同出資により、株式会社マリンユナイテッドを設立。 2002年10月1日、石川島ハリマ重工業の海洋船舶事業部門全体を会社分割により MU と統合し、株式会社 IH、アイマリン・ユナイテッドに社名変更。2006年8月石川島ハリマ重工業の完全公会社となった。2007年7月 IHI と JFE ホールディングスがそれぞれ45.93%。 日立造船が残り8.15%の株式を保有。2013年1月1日、ユニバーサル造船株式会社と合併し、ジャパンマリンユナイテッド株式会社となる、呉工場、大和のふるさとと書かれている、呉工場、ありがとうございます。